超一流の司会者の方なの。これがやっぱすごいです。徹子の部屋のすごいところ、まずその1、これは誰にも真似できないと思う。ぜひ本当に見ていただきたいと思うんです。お目に食わせるためは2、純ちゃんです。さあ、というわけで今日はですね、テレビの魅力について語ろうということで、ズバリ徹子の部屋、こちらについて語ろうかなと思ってますけど、皆さん徹子の部屋ご存知でしょうか。まず実は1976年の2月の2日放送開始でございますから約45年にわたり徹子さんがずっとゲストを招いて一人で喋っていくというトーク番組なんですけども、お昼帯にやってて、もうこよなく愛されてるわけです。なぜなら45年続いてるから、同じ時間帯でずっとできるっていうのはもうまずこの時点ですごいです。だから徹子さんの魅力ももちろんすごいんですけども、このゲストにどういうお話をしていただくかっていうそのリサーチ力、これも素晴らしいです。さらにそれを徹子さんが実は一人で全部徹子メモで残しておいて、徹子さんしかわからないメモがあるんです。実はこれスタッフの人にも誰にもわからない徹子メモっていうのがあるんですけど、この徹子メモがすごい。何がすごい、まず本当にリアルに書きますね。ガチでこんなメモあるんですよ、机の目の前に。誰も読めない、誰一人読めない、マジで解読できた人これ一人もいません。このメモを解読できた人、徹子さんがこの話の流れの順番で言ったら最後の番組までにこれで終わらせるよっていうメモがここに残されて、これが机の前に。何回も確認しましたから、全くわからない、全くわからないのに徹子さんがそのメモを見ながら淡々と進ませていくっていう、このトーク番組すごいんですけど、もう一つ何がすごいって、この徹子の部屋、大体トーク番組の収録っていうのは30分の番組であったら1時間、1時間だったら大体2時間だと原則、まあそんな決まりはないんだけども、一応トーク番組として倍取っときましょう。収録が例えば盛り上がりすぎてもうこの時間まで行きました、2時間超えることだってあります。僕がやってる番組も相手が一般の方なので、一般の方のお話を引き出すまでに時間がかかるんですね。散々こう打ち合わせをしてても本番3秒前21って言ったら心臓がキュッとなるんですよ。一般の方って特にそのテレビに慣れてらっしゃらないので、ちゃんと聞きたい話をアイドリングで聞くまでにやっぱ20分かかったりとかっていうのはあるんですけど、まず徹子の部屋に出てくる方っていうのは大御所の方からスーパースター、各界を代表するすごい方々が出てるので、そんなに長い時間撮っても仕方ないでしょうと。これはスタッフが決めたのか徹子さんが決められたのかは分かりませんが、30分の番組で35、6分ぐらいしか回さないです。これとんでもないことで、ってことは何が言いたいかというと、全部使うってことです。徹子さんが質問したこと、それに対して返ってくるコメント、すべて使いますと。余分なとこはありません。なぜなら一流の MC の方プラス一流の芸能人の方との対談でどこ切るとこあるんですかっていう、僕らにとってはすごくありがたい番組なんですね。全部使ってくれる。ただし逆に言いますと、全部使うので下手なことは言えない。特にお笑い芸人の方、徹子さんが振られた話で詰まる、ましてや面白い返しができなかった、これ全部使われるんですよここがやっぱ徹子の部屋で出てたそのまあ芸能人の方で、まあ芸人さんも特に多いんですけど、数々徹子さんにフルボッコにされてる方がたくさんいらっしゃるんですね。その中の一人ですで、ちなみにですけども、最初のオープニング、皆さん徹子の部屋ご覧になってない方、これから見る方に対して、ちょっと言っときますけど、最初にルル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 っていう徹子の部屋の定番の音楽流れるんですよ。その時にですね、カメラのクレーンがぐーっとクレーンがギューッと寄ってきて、芸能人の2人をピックアップする。でそれで自己紹介が、その徹子さんが生慣れですね、いわゆるそのナレーションが終わったら、音楽とぴったりのタイミングでルル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 ってこう行くんですよ、カメラのクレーンの動きが。それは全部その場で徹子さんが考えたそのメモをお読みになってるんですね。今日のお客様はこちらの方です。テレレテレレってなると扉が開くわけです。で次長課長のお二人でございます。共に岡山県出身でございまして、吉本興業のお笑い芸人をされております。芸歴26年目で、今日はどういったお話が聞けるんですよらららなわけですよ。取り直ししますなんか一回も聞いたことないです。ピターンとハマるんです。超一流の司会者の方なんです。一回も噛んだこともないです。これすごくないですか。ビターンってハマるって、リハしてないのにどの尺でって頭の中でも計算してるんですよ。
ラー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 の秒数を頭の中に入れてるってすごくないですか。俺てっきり頭の中に入れてるのは徹子さん飴玉だけかと思ってましたらちゃんとしたメモも全部残ってるんですよ。これがやっぱすごいです、徹子の部屋のすごいところ。まずその1、これはもう誰にも真似できないと思います。それが終わったら CM 入りますっていうのはもう生と同じような感覚で通常のオンエアでも CM 入るんですよ。だけどそこでもやっぱ CM 入りますっていう分数だけの時間しか取らないです。 CM 時間だけ。ほんならもう座っていただいて、であの CM と同じぐらいの秒数が終了しましたら徹子さんからのスタートです。さあというわけで改めまして、今日のゲストはこちらのお二人、次女課長のお二人でございますっていうところからスーッとトーク一回も噛まず質問をしてくれる、本当に素晴らしいこと、誰にも真似できないと思います。これ本当すごいことなんで、ぜひ本当に見ていただきたいと思うんですが、実は次女課長、徹子の部屋とですね、ものすごく深い縁がありまして、1976年2月の2日って言いましたけども、2月の2日の放送開始日が、実はですね、うちの相方の井上聡の誕生日と一緒なんですよ。で井上聡の誕生日、1976年2月2日と同じ日に放送開始だったんです。でそれを次長課長が全国にありがたいことにちょっと、認知をされてきたなっていう時に徹子の部屋のスタッフさんが調べてくれて、井上さんと誕生日が一緒ですよねということになって、なんと徹子の部屋で初めてですよ、初めて徹子さんが井上とゲスト、僕が司会、これも徹子さんがもうバラエティのことをすごく理解してくださってるので、あ面白いじゃないのやってみたらっていうので、僕が徹子さんのところに座って、で井上さんと徹子さんをお招きしてやらせてもらった回があるんですよ。これが35周年、だったですかね、のあのまあ区切りのいい時に誕生日ということでお二人を招いて誕生日会をやったという回があるんです。これが伝説の回と言われてまして、ここがすごかったんですよ。もう一つすごいことがありました。フルボッコになった芸人たちの本当に みんなが言うことがあった。何々ですってっていうのがあるんです。徹子さん必殺技です。〇〇ですってっていうのがあるんです。これ何かと言いますと、事前にですねスタッフの方と一応お話をするわけです。どういうお話されますか、今回どういう感じのお話しましょうかねとかっていうやつをこう打ち合わせして、でそれをおそらく徹子さんにある程度こういうお話をされたいというふうな感じですし、徹子さんからの質問も、お考えになってくださいというふうに言われてるのが、なんせ月金で撮ってますからね。鬼ですよ。徹子の部屋ってそもそも週に1回じゃないです。毎日ゲスト違うわけですから。なのに徹子さん全部頭の中に入れてるんですよ。そうもちろんあのね一流の MC の方ですから、まあ当然すごいんですけど、その中でですね、これがもうキラークエスチョンっていう、何々ですって、これがですね、とんでもなく怖くて、何が怖いと言いますと、私たちが一生懸命スタッフの方にお届けした、質問の内容といいますか、トークのアンケートの、回答といいますか、っていうやつをですね、全部質問で言っちゃいます。〇〇ですって、あなた、タンパリンが上手なんですって言っちゃうわけですね。言った、言われた私からしたら、はい、この一言しか言えないわけですね。敏腕の FBI のトップにもなれます。相手側から質問されたことはもう、はいしか言えないという、これがキラークエスチョンなんですよ。あなたあれなんですって、あの小学校5年生の時に、お友達と遊んでたら、蜂に刺されて、で、その蜂 あの刺された場所が意外なところなんでしたっけ？これだったら意外なところの場所に出るじゃないですか。うん、キラーパス違います。あなた小学校5年生の時に蜂に刺されたんですって、場所が胸のあたりで、でそこが大きく腫れて、で病院に行ったんですって、ここまで言われるわけです。そうなりますと私たちは、はいのこの一言しか言えない。はい、もしくは、はいそうなんですよと言ってもう一回なぞらえます。これが怖い、これが非常に怖い。いいえということはないです。いいえということはむしろリサーチが間違ってたということになりますので、徹子さんを困らせることになりますから、いいえ違います、それ小学校5年じゃなくて1年生の時の、しかも友達じゃなくて親戚のって言い出したら、え、徹子さんがせっかくリサーチしたやつを壊すことになります。こんな暴挙には出れないんです。だからこの〇〇ですってっていうのはもう必ず徹子さんの前では、はいそうなんですよって言ってもう一回なぞらえて、もう一個噛み砕いてより深く聞いていくっていう、より深く自分も答えていくっていうパターン。一番ひどかったのが次長課長で二人で出た時にですね、
あなたタンバリン上手なんですって、あのタンバリンじゃあ一度叩いてみてくださるっていうのがこれ、ね、私の質問キラーパスで来たわけですから、叩いてくださる、はいですよね、もちろん。で私がアラ上手でございますねっていうので、これでまあ大体で終わりますけども、ここからですね、徹子さんはですね、なタンバリンが気に入ったのか何が気に入ったのか、ああ素晴らしいですわね、このタンバリン、もっと違うやつで何かできますかね、はい、わかりましたどうでしょう、ああ確かにあの上手でございますけども、相方さんはこういう時って何されてるんですっていうふうに聞きまして相方がですね、いや私はあの歌を歌って河本の方がタンバリンを叩くと、あ、そうでらっしゃいますか、じゃあちょっと歌歌ってくださいます今度は井上だけを歌う、で私はその間にタンバリン、ああなるほど、そういうことでしたか、お座りくださいってなった時に私はもう心がズタズタになって一番得意芸であるタンバリンをですね、こんなにも無音の状態で、しかも徹子の部屋という一番いい舞台でですね、こんな感じになると思ってもみなかった。そちらの映像もございましたけども、改めて私目視見たことありますけど、とんでもない顔してました私、まあそれが徹子の部屋なんですよ。何が言いたいかと言いますと、徹子さんは月曜日から金曜日まで全部のゲストの人のリサーチを全て取って、この人に合わせたテンポとかそういうことを全部こう丁寧にリサーチをされてお話を伺っていくっていうスペシャリストなんです。だから僕はまだ45歳ですけど、もう少しあのとお年をですね、自分の中で重ねていって、いつかこう徹子の部屋までは もちろん恐れ多いんですけども、そういうトーク番組をですね、自分の中でもしたいなってずっと思ってるわけですね。相手の方をちゃんと理解して、この方ってこういうことですよねとかっていうトーク番組をできればなというふうに思っていますので、まあ、ぜひ皆さん他のあるトーク番組とまた違うテイストで、お昼に一番最適だなっていうトーク番組をお勧めしましたので、徹子の部屋、これぜひ一度ご覧になっていただきたいと思います。こういうところを踏まえて、徹子の部屋をご覧になっていただけると、また違う面白さが出てくると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。おめえらが見ねえわけがねえ。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter でいろいろな情報を通知しています。次の動画もおめえらが見ねえわけがねえ。